ここから新しい時代が始まります。爆豪勝樹の蘇生、作中最強の信楽弔を死に際でその攻撃を読み切り全身爆破で翻弄した大爆殺神ダイナマイトこと爆豪さんが帰ってきました。光ってました。神は光って蘇るものです。1年ぶりでしょうか。そんな爆豪さんとデクの原点はただ一つ、オールマイト、そしてアンパンマンの崇高な精神。誰もが知る志はきっと誰の心にもありながら、この二人には色濃く引き継がれていました。それは愛まみえぬ意志、助けると勝つという全く異なる矢印だったはずでしたが、この最新話をもってようやく一つになります。それはオールマイトの顔、助けを求める顔でした。ここから始まります。皆さんと一緒に見ていきましょう。プレスルトラ、どうもクサンジュです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は最新話の動画になります。この動画は本書一読してからの方がより楽しめるような動画になっております。ぜひ先に本書を読むことをお勧めします。さて、今回も最新話の注目ポイントを全部で5つにまとめてきました。まず1つ目は表紙&関東カラーについて。今年一番の堀越先生のイラストが到着します。一緒に語りたいです。続いて2つ目は爆豪さん復活直前までについて。極限までに張り詰めた緊張感、デクは信楽弔を止めないといけない。でも一瞬目を離すと全てを崩壊し始めるから何もできない。その異常な緊張感を深掘りしていきます。3つ目は爆豪さん復活について。神のごとく五光と共に蘇った男爆豪さんの復活から分かること、その現状を整理していきます。やはり気になるのは全身爆破の副作用、心臓破裂はどうしたのか、エッジショットはどうなってしまったのかでしょうか。4つ目はオールマイトのモノローグについて。今までの意味深描写が一つにつながりました。丁寧に解説いたします。最後の5つ目はアンパンマンについて。この最新話でオールマイトの原点はアンパンマンであることが分かりました。そんなアンパンマンとは一体何者なのか、ヒロバカとどのように関係するのか、一緒に考えていきます。まず1つ目は表紙&関東カラーについて。表紙のデク超かっこよかったです。今までのジャンプの表紙の中でもトップクラスと言わざるを得ません。このポーズはデクのエゴが前面に出ているものであり、ヒロバカ読者には馴染み深いトドロキ君への全力でかかってこいだったり、インター編のその未来をねじ曲げると語る時など必ずデクはこのポーズを取ります。爆豪さんの参戦でデクにどれくらいの心の余裕が生まれこの表情に近づくのか、非常に楽しみなところです。さらに関東カラーも神でした。オールマイトのコスチュームはこうやって見ると非常にかっこよく、マジのバットマンという感じ、バットマンのオールマイトって感じでかなり好きです。さらに789代目の並びもめったに見れません。激レア。この圧巻の並び、目指すは一つの目標でもありつつ、ネクはグラントリノのマントを受け取っているので志村7時代の仲良しトリオでもある。それは志村7が語る通り弟子に恵まれた、そんな一言を思い出せる最高の一枚でした。こうして見ると志村7とオールマイトのまま似てますね。オールマイトが母だと思ってたセリフも保管されてそうです。続いて2つ目は爆豪さんの復活直前までを丁寧に見ていきます。絶望と祈り、この異常な空気を漫画で表現しきる一連の流れ、圧巻でした。最後の自爆が防がれ絶望してしまったオールマイトはステインの凝結によって身動きが取れなくなり、その顔は絶望に満ちた表情に。ここまでの経緯としてアホさん目線は最後の切り札があることを心を読む個性で知っていたと思われるので、ステインの凝結でオールマイトの身動きをあえて止めずずっと泳がしていた背景がありそうです。それを阻止しアホさんは笑い方を知らないけど勝ち誇った笑顔を強引に作ったわけです。にちゃーと。ここもアホさんの人物を考える上で覚えておきたい要素になってきます。この緊迫した状況に一矢報いようとしたのはジェントル、かっこよすぎました。本当にすごいキャラになりました。ですがアホさんはエクスレスの個性、目からビームで有名高校を攻撃しジェントルを間接的に拘束、ヒーローは守るものが多い、さらにスターチームをチート化し人々は祈るのみでした。対する巨悪は動かないオールマイトをみじっと折るのみ。その際のアホさんのセリフ、オールマイトが行くもキモすぎて最高でした。すんごいキャラです。そのオールマイトの顔は助けを求める顔をしていた。爆豪さんのヘドロ事件の時みたく、オールマイトはヴィランの個性で身動きが取れない。すごい展開になってきました。おそらく次回はデクと爆豪さんによる1話のセルフオマージュなんでしょう。今から楽しみです。
次の3つ目は爆豪さんの復活について。この復活で面白いのはドクンという音がガチでドクンと爆音を鳴らしているんじゃないか、そんな興味深い予想を本日の初見読み放送でいただきました。ドクンドクンとオノマトペがずっと入ってましたね。この解放のドラムがキングダムの爆音だと仮定した場合、爆豪さんの心臓は何かしらによって強靭になっている可能性が高いと言えるでしょう。血をドクンドクンと循環させているから、それこそ心臓内で汗を爆発させているのかもしれません。血流を良くするために、これはエッジショットが関係しているんでしょうか。さらに並行して一緒にお話ししたいのは、爆豪さんの周りには粒立った汗が飛び散っており、全身爆破の副作用を持ち前のセンスで克服した可能性があります。これはデクがワン・フォー・オールの超パワーで力の逃がし方を習得していたのと同じ原理に近いでしょう。この力の逃がし方とは、オールマイトが変身するとき水蒸気が出ていたあれがデクもできると作中で言及されてて、これと同じように爆豪さんも粒立った汗を逃がしているのかも。しかし爆音の心臓はセンスでは説明ができません。爆音さんの身に一体何が起こっているのか、その覚醒予想は別の動画でしっかり考えて皆さんに共有したいと思います。この動画の高評価をして僕のモチベを応援していただけますと幸いです。さて爆音さんですが、まだまだ話せることがあります。彼は復活直後胸から煙が出ていました。この復活は以前の関東カラーで胸に傷がある状態のイラストがお披露目となり、この縫い目の状態で復活すると言われていました。もしかしたらここから粒立った汗が漏れ出すみたいな感じになって、この胸の傷が仮に星型の傷跡だと、爆豪さんの胸が星でずっと光っている可能性もあります。さて次回の爆豪さんの一斉はどうなるのか。彼の左手にはオールマイトのカードがありました。非常に楽しみです。もしかするとありがとうございましたとか言い始めている可能性もあります。どうなってしまうんでしょうか。続いて見ていきたいのはオールマイトの回想。この描写はナンバー377、ここに至るまでの連なりにて描かれた桜、ここが最新話で回収されました。この道こそがオールマイトの道であり、アンパンマンの道でした。この道の先にはワン・フォー・オールの面影、オールマイトの意志、憧れ、その光を手に持つ爆豪少年と緑谷少年がいました。このあたりの考察はこちらの動画で解説しておりますので、ぜひこちらをご覧ください。オールマイトの生存説について、ワン・フォー・オールの面影から予想していました。一言で言えば、オールマイトがワン・フォー・オールの力はオール・フォー・ワンに打ち勝つための力ではなく別の意味を与えたというデクの話を読み返すと、この最新は理解しやすいと思います。オールマイトの心は数えきれない人たちの心を支えてきた。そしてそのここに至るまでの連なり、その源流にはアンパンマンがいた。このアンパンマンですが、堀越先生はがっつり言及していました。僕知りませんでした。アニメ放送開始直前、堀越康平先生スペシャルインタビューにて、先生が好きなヒーローにアンパンマンを挙げられていました。このアンパンマンとはどんなヒーローなのか。このヒーローはジャムおじさんから作ったパンから生まれました。もともとジャムおじさんは人々の笑顔のためにアンパンを配っていました。しかしある日小麦が少なくなって、なけなしの小麦で作ったアンパンに星が降り注ぎ、アンパンマンが生まれました。そのアンパンはジャムおじさんの自己犠牲から生まれた存在とも言えます。そしてアンパンマンは誰もが知るヒーローになりました。それは愛と勇気だけが友達のヒーロー、どんな巨悪にも立ち向かいみんなの夢を守るヒーロー、オールマイトのようなヒーローです。しかしそのアンパンマンにも限界があります。顔が濡れると力が出なくなるから、そんな時にジャムおじさんと狂犬バタコさんが支えてくれるんです。アンパンマンを投げ込まれる。このアンパンはジャムおじさんが人々を笑顔にするために配ってきたパンで、それが世界を救おうとしています。ヒロアカで言うなれば、ステインの言う未来に火をくべ続けろというやつ。そしてヒーローが辛い時ヒーローを支えるのは市民の笑顔と未来である。これはヒロアカで何度も言及された話で、それをすごくわかりやすくしたものがアンパンマンだと言えるでしょう。オールマイトのママ、かなり可愛くて好きでした。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントお願いいたします。またチャンネルチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。 See you next 動画。バイバイ。